はい、どうも皆様こんにちは、サソリコウモリです。前回に引き続きファイナルファンタジー6をやっていきますと、なんかレビテトになってるんだが、なんだっけ、あれか、仲間を集めようだ。でもうどんだけ探して、あの後ちょっと探しても大陸中に何も見つからんかったから、どうしようかって思ったら、なんかもう攻略サイト調べて、仲間がとりあえずどこにいるかだけ調べようっていうので、ロックのことは調べたのに、したらなんかロックがあれをレイチェルを復活させるためのなんか復活の技法みたいなのをなんとかしようみたいなこと言ってて、復活の秘宝か。でそれがあれよ、なんかフェニックス、あのほら再生の炎で有名な、ここにいるらしい。とりあえずわかるかこんなのよし乗り込むぞ。あ、パーティー2つに分かれるの、ここにいるってことだけ必死調べたから。2手に分かれんのか。一応あれやね、いやーどうするか。いやー花がない花がなくなっちゃう。ひなちゃんはこっちにしよう。セツアおじさんとサイエントシャドウ、マッシュがいるからこっちはこれでなんとかなるやろ。よし、ああ2つのパーティーに分かれます。こんな近くにいるのに、ああひなちゃんを前にしよう。ひどいことになってるな。こっちダッシューズないから、ダッシューズを誰かに装備させないといかない。ダッシューズ、あれダッシューズは、あーたった、アミュレット、プロテクトリング、見切りの術、見切りの術でいいか。ガントレット。巨人のコテ。巨人のコテ。あれ巨人のコテどこ行ったんや。巨人の子って誰かつけてんな俺。手当てのかんざしとアラームなんたら、アラームなんたら、アラームピアス、これでよし。どうしようかな。これさ、ガウちゃんさ、暴れるした後さ、普通の戦うはジャンプになるってことは、暴れてジャンプすんのかな。ちょっとそれ調べてみようか。ラムピアスでもいいけどな。エルメスの靴履かしとくか。暴れまくろう。セリース。あー、なるほどね。どっちにマッシュいんのやったっけ。ティナちゃんの方か、こっちか。あー、敵出るね。
アバレル、ベヒーモス。うわ、メテオ撃てる、やば。うわ、グラビガヤ。サンビームでも死なへんぞ。真空波。やばい、あいつメテオ撃ちまくってる。メテオ撃ちまくってるけど、メテオって6よりも弱くなってないか、これ。6ちゃう、5よりも弱くなってない。5って4回攻撃やろ。ひなちゃんヘイスト覚えた。てかこれパーティー変わってるからさ、幻獣もあれなのか、ややこしいことになってんのか。ステータス的にはまだまだ誰もあれやな。ラウ幻獣つけたところでやもんな。魔法覚えたところで暴れるでバーサブかかったらもうどうしようもないもん。宝箱宝箱を見つけてしまうとすぐそっちに行ってしまう。暴れるベヒーモス。あ、さすがに。おお、ちょっと待て忘れてた回復を。とりあえず回転の動きで一体ずつ倒していく。やばい、そんなハリセンボン。うわー、バカ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 、そんなにやられると。そう。うわ、死ぬ。うわ、もう最悪や。最悪や。何考えたらそんなゴミみたいなコンボできんの。一体ずつ始末してった方が良さそうやな。わ、ストップかかったぞ。おい、死なへんねんけど、あいつだるすぎ。サンダラキックかな。ていうか二人ともストップかかってしもうた。おい、ちょっと待て、あれハリセンボンで確定カウンターしてくるんじゃないかこれ。おい、ストップ二人ともかかってるから終わったって。逃げれへんし。幸い物理はそんなに痛くないな。これストップって解除されんのか。これ解除されへんかった、そのまま死を待つだけやねん。危ねえ、助かる。炎症中に攻撃されたら死ぬ。そう、イカれてやがるな。あ、これいいな。これはいい。これや。解決策。マッシュを殴らせて、マッシュの反撃でなんとかしよう。2人しかいい日のに、その回復力がよ。参るな。ボス戦張りの緊張感。殴れ、マッシュ、マッシュ。お前は回転の動きでなんとかしよう。死ぬか、死んだ。あー、危ねー、強敵。うわ、フェニックスの方がもったいないよ。幻獣じゃない、魔法でレイズ、チーノ、ケアルラ全体打ちしてから単体打ちで。あー、そんなバカな。クフ、マジかよ。回復したのに。これは鳳凰の前の方が良さそうだな。なんか回復したんですけど回復したんですけど、サンビーム火属性は吸収されることが理解できる。西真空波、
おい、メテオは、メテオはどうした？よし。あの下のやつ何？花？イソギンチャク。アスピルおいしい。崖魔法使いたいよ。ブリザラやろ、こういうのは。いや、マジでガウちゃんがベヒーモスでメテオを撃ちまくってくれなんと気づく困る。めちゃくちゃこいつ経験値持ってるやんけ。ちょっと待ってくれ。やりすぎや、それは。すぐレベル上がってまうやろ。もうだってこの二人レベル上がりかけ。キリンはダメ。ビスマルク。いやー、ゴーレムにしとくか。スマルク装備しといて、違う、ケアルラ、これでいいか。よし、ちょっと上登る。うわ、またもう、ちょっと待って、これどうなってんね。どこや、ここそもそも。うわ、ややこしそうなのが。違う、ベヒモス回転の動きで一体ずつやった方がいいかな。これどうなってる。うわー、すーげー威力してる、あれケアルラ。メテオさすがに4連チャンアタックはちょっとやりすぎてプロデューサーに怒られたんかな。体力半分にする攻撃なのか、あれ。そんな感じすんな。真空波全然死なへんけど、あいつ。ああ、せやな、そういうことやわ。ちょっとメテオバチコリに打ってくれた相手は。もし真空波普通に殴ってはる。アスピットグー、やぶり皿やな。アスピットグーや。あー、やっぱ効くね。爬虫類にはぶり皿や。おい、3000もくれたぞ。経験値くれすぎちゃうか、ここは。だってもうガウちゃんもあれや、マッシュの幻獣を変えないといけない。何つけてたんやろ。剣竜つけてるか。ケアルラは打たなくて大丈夫。魔力プラス2とかおらんよな。フェンリルあれか、今セリスつけてるから変えられへんのか。フェイズハリー、まだ終わってないね。ヘイスガスローグが全然終わってる。力プラス2、体力プラス2。でも今やったら体力プラス2とか、なるだけ多いやつの方が良さそうだね。OK、これでいこう。これどうなった？空いてる？ダメですね。まいったな。これ痛い痛い痛い。こうしゃんといかん。死ぬ。死んでしまう。いや、これだったらケアルル2回打ってもいいか。あそこの宝箱取りたいな。あ、こっちじゃなかったわ。ベヒーモスで暴れて、必殺真空波、機械回転の攻撃でこいつ先に倒して、人系ってファイラ臭いよな。クラウド、あれって真空波に対して反撃してんのか、それともあいつのその素早さでこっち攻撃してんのか。あ、反撃やな、多分この速さは。人型にはファイラ
ダメです。全然です。サンダラか。よし、やった。あ、でもサンダラの方が効くな。よくよく考えたら、そっか、フェニックスの洞窟やから敵は炎属性が多いのかもしれへんな。あーはー、なるほどね、そういうことね。これで、ヒーモス、サンダラ、これやっぱサンビームとかの方がいいのかな。やばい、最悪。ほほ、やるな。熱っ。ゾンビ化してても敵殴ることあんねんな。あ、死んだわ。ザコがよ。誰かレベル上がったな。ケアルラ打って単品打ちね。どっちや。あ、どっちもか。ケイツハリーがまだ終わってない。フェンディルも全然やろ、まだ。あれ、フェンディルおかしいな。カトブレパス、ビスマルク、セリスが今カトブレパス持ってんの。ストップ、カーバングの装置しようか。よし、これでいこう。これでして宝箱があるから、そこに誘われるがまま。やばい、こいつ手裏剣でやっつけられるか。ボンボンボン。必殺剣、おっそ。必殺剣竜、ゼロダメージ。やばい、反撃のハリセンボン。あ、死んだわ。こっちレイズ持ちおらんくね。必殺剣規模、魔法攻撃に対して反撃してくるみたいなノリなんかな、あいつ、ハリセンボンで。そんな感じすんな。こいつはいけませんわ。レイズあるな。うわ、消費でかいわ。きつ。わ、きつ。アスピル覚えてる？覚えてるよな。ステータス、うわ、もうレベル上がるなこれ。セッツァーにゴーレムつけて、セリスにあれつけるか、ビスマルク。開演おじさん、
覚えてるわ。もう十分やわ。シェアルラ要因に、違う、そっちじゃない。空っぽ、そんなバカな。そんなことが許されていいと思ってるのか。まあ、し。必殺剣牙。必殺剣牙と通常攻撃はどっちのこと言うやろ。失敗。ミシディアウサギが召喚され。戦ってみるか。わっ。いや、でも必殺剣牙もそんな強くないぞ、言うて。チョコボラッシュ。でも浮いてるぞ、あいつ大丈夫か？当たるか？必殺剣レベル2ぐらいまで上げてもいいんじゃないか？必殺剣食うか、これ。セッツァーレベル上がったわ。セッツァーのレベルが上がりました。次はセリス。ケアルラ。わあ、多いな敵。バー、失敗。殺剣。ほら。失敗。必殺剣。うわ、全体ファイヤー。必殺剣マイ笑いながら人を切る怪幻が見える。恐ろしい。セブンフラッシュ。スロット揃えんのと一撃のダーツで投げまくって倒すのとだったらどっちの方がいいんやろうな。おっ、なんも覚えてへんやんけ。どうすんねん。スロット魔法剣打っといたら封殺できるんじゃねえ説あるけど。魔法剣発動してない、なんでやねん。失敗笑いながら人を切るマッシュ。マッシュじゃない、怪獣。よく考えたらさっきアバレルでジャンプしてないな。一卒剣マイ。火力に乏しいなこのパーティー。必殺剣風ぐらいで止めるのがいいのかな。失敗。火力のセリスが抜けてるからか、魔風剣で。それやったらもうこっちに殴った方が絶対強いな。これお前必殺剣食うわ。やった。死んだが、もう必殺剣使いもんならんマジで。
牙以外使う価値あんのかよ。それぐらいなんか使い道なくない？レイズレイズ。おお、もう MB ないって。開演邪魔やわ。全部空っぽやねんけど。これロックがアイテム取りまくってるからもないってこと？待て。雷神雷神。死なんが。サンダラ、サンダラ。多分海産物くせえ姿してるからサンダラ効くやろうなとは思ってんけど、ドンピシャやな。オッケー、やった。あー、この二人レベル上がるな。いや、何つけてる？ビスマルクか。ビスマルクもマックスやねんな。こっちにビスマルク。どうするか。あれ、これこっち以外だけ、これ低めちゃったか。左やったっけ。必殺剣牙。強いやん。おわ、一撃必殺。それはやるな。戦うで戦ってみるか。毒弱ない？めちゃくちゃ弱くないか。あ、死んだわ。よし、シャドウの回、シャドウの回へもレベル上がったわ。おっと、まずいですね。アスピルを使わないと。しかも俺、回炎回復させるつもりが、シャドウにヘアルラを打ってしまった。あっち特になかった。こっちか。おっと、宝箱。空っぽ。どういうこと？こっちやろ。挟まれた。うわ、なんか知らんやつおる。黄色のジジイがいる。そんなことよりハリセンボンが一番だるいっていうな。OK、どうした。メテオって両方とも当たんのか。俺当たるもんなのか、そもそも。おお、まあメテオすげえことになってる。ちょ、マッシュがボッコボコにされてる。マッシュガウも大変なことになってるやんけ。あー、ガウ死ぬんだな、これ。ストップかかった。痛え。回転の動き。おー、お前素手、
素でハリセンボン打つこともあんのかよ。回転のこぎり即失敗、そしてはぁハリセンボン。ドリルやな。多分回転のこぎりよりかはドリルの方が安定できると思う。まだもうちょっと大丈夫やな。こっちから登れんでいいや。こっちはいいや。こっちからピョンピョンピョンって多分取れるようになってんやろ。で、火も吸う、必殺、真空波、サンビーム。いや、一回ブラストボイス打つか。サンダラ。いや、誰も聞いてない気すんな、ブラストボイス。一体は死んだ。まだアスピランでもいいか。アスピル、動詞。動詞ではないと思うけど。アスピってかない。マッシュが。ちょっと待った。拳銃切り替えるために、これをなんとかしゃんと。ビスマルク誰持ってんね。ハイエンレベル上がったんか。裏がっとるかな。芝持ってくれ。わ、次セッツァーやな。経験値3000ぐらい一気にバーン入るとこがあるから、ちょっと気ぃつけやんな。セイレーン、スマルク、エルガーフェンディル持ってんねやろ。でフェンディル持ってんねんお前。ワイビー装備しとくか。これでいこう。多分これでピョンピョンピョンいけると思うよ。こっちもピョンピョンピョンやん。刺さってる。なんかあーめんどくせえ。戻れと。この俺に、そういうことか。必殺剣。わ、惜しい。わ、惜しい。アスピラント。アスピルはどこだよ、あった。下でよ。心配が。おー、アスピってんねー。敵からどんどん魔力をアスピらないと。こいつら HP 高くない？まあ一体は。それは5体ぐらいからボコボコにされたら、それはそのぐらい食らうか。よっしゃー、アスピったおかげでだいぶ楽やぞ。1戦と1戦とが長引いてるなー。チョコボキック、チョコキックじゃない、チョコボラッシュ。うわー、かかるぜー。
ハウンドタックル。もん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 。うわ、危ねえ。なんの揃えたことないけど。必殺剣牙。必殺剣。よし。引っかかるな。必殺剣。うわ、めっちゃ痛え。スロットよりかはそれの方がいいんかな。おは、めんどくせえ。おは、全員毒ったかな。お、バー揃った。ナイス。まずいまずいまずい、結構痛いぞ。全員毒るっていうクソみたいな状態。ダイヤモンドダスト、ナイス、いいぞ。結構引いてんねんけどな。だぜ。よし、あとは殴るだけ。全員毒った。あ、セッツァレベル上がった。セッツァ何装備させてた？ファントム。ファントムってなんか効果あったっけ ？MB か。ポイズナ 28%。ケアルラー、単体ケアルラー、ポイゾナー。次誰レベル上がる？うわー、もうセリスちゃんやないか。フェンリル余ってる。フェンリルにしよう。あー、もう敵多くないっすか？またこいつらかよ。だるすぎやん。バイオ、おっと。全然や、サンダラの方がまだいいダメージがある。よし、一撃。必殺剣食う出えへんねんけど、なんかなんちゃって魔法みたいになって。結構やられるな。必殺剣はやっぱ多くして3つ持っても4ぐらいがいいところなのかもしれない。アスピットプーや。大丈夫？アスピットク？戦闘が長いなぁ。ケセリスレベル上がった。おいぞな。MP 減ってきたわね。大丈夫？アスピットク？下の2人がレベル上がりそう。今度
千葉にして。ビスマルク誰装備してる？ガウか。これこういうことすると大変やな。どうなるんや。これもあれ刺さりながら宝箱開けた方がいいか。ベヒーモス。これはサンビーバイオブラストサンダラー。真空波。ちゃんと当たってるかバイオブラスト。いいね。あ、マッシュレベル上がった。マッシュ何装備出してた。せいねん HP10 か。ラウちゃん、ラウちゃんもエドガーもレベル上がるな。あれやな、またビスマルクを持ってこやんなかんな。誰じゃビスマルク持ってんの。あったわ。あれはぶっ刺さってでも取る。空っぽ。バカにしやがって。俺が一体どういう気持ちでそれをしてると思ってんね。そう、これこっちか。こっちでこうへ。セーブ地点。一旦セーブします。セーブ分けてもよかったな。これ押すと、あーね。こっちのメンバーは二人がレベル上がりそう。シバとカーバンクル。ビスマルク、ビスマルク引っ張りだこ。ビスマルクとあれゴーレム。あービスマルクこれ2パーティー以上動かすってなると、これ厳重入れ替えたりするのめんどくさいな。うわ、またクソめんどくさい敵が。あー、しまった、ハリセンボンが待ってる。あー、ゾンビったし。これセブンストライクこっちに来るか。そんなことはねえ。グラビカが飛んできた。グラビがグラビで、ノーウェイ、清水、清水、清水。敵から回収分でアホみたいにある。ほら、フラッシュレイン。うわ、それは絶対みんなに当たるやつやん。最悪や。あれ、フェニックスの後ここぐらいしかなかったじゃなかったっけ。死ぬ、死んでまう。このさ、ケアルラもクソも覚えてへんやんけ。ゴーレム
限界や。4まで待つ。当たらないパターンのやつはちょっと激しめや。笑いながら人斬りを楽しむ男海炎。普通に現地のこと飛び刺したセリスに2回切りさせた方が絶対強いねんな、必殺剣。はあ。はあ。これあれだわ。デス判定が入ってしまって、非常にめんどくさいことに。復活すんぞ、あいつ。いやー、きつい、めんどくさい。ダイビングボム。なんとかなったか。きつい。ビスマルクからケイツハリーに変えるか。いや、それやったらカイエもビスマルクにしたらええがな。ちょうどええわい。ビョン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 した、ビョンビョンした、ビョン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 した。これ下行けるか。敵が多いよ。必殺剣牙、こういう HP 固定の敵には強いと思う。うわ、あ、こいつフェニックスの持ってんのが、だからめちゃくちゃ増えてんのか。ヒアルラー全体打ちかますだけでいいか。おっと、下にはいけなさそうですよ。わあ、はははめんどくせえ。わ、しかも結構経験値くれる派のやつらが。オッケー、即死。に出ちゃったか。一殺剣牙。もう春手もエボンすげえダメージ入ってる。結構経験値入っちゃったな。もうセッツァーレベル上がるぞ、これ。セッツァーのゴーレもそうでしょ。セッツァーの魔法、ケアルラで。あそこ、宝箱あるやん。そんなん見てもうたら、いてまうよ。空っぽ。よしよしよし。これを引っ張ると、お水干上がりの、あー、どうだったんや。え、お水干上がりのどうだったんや。あー、わおちょっと、わけがわからないよ。
アバレル、ベヒモス、サンビーム。あー、ゾンビったか。西真空派。サンダラー。サンダラそんな食らわんな。うわ、これでやられるのめんどくさいぞ。ようガウン、ガウン残ったな。あ、聖水使う前に。あー、ガウちゃんレベル上がっちゃった。ガウちゃん何装備してた。ラムーか、体力1やったっけ。次誰レベル上がる。エドガーとティナ。ティナはもうこのヘンリルでええわ。スマルク、こっちやな。これはこれをしてさっきセリスたちを進ませた方が良さげな感じする。何この人は。ってここまで来てなんか変なことで死にたくないな。じゃあどこでセーブするか。こっちか。うわあ、伝説の八竜の一人じゃないですかこれ。ライブラ、ライブラ、ライブラ。おはは、いてぇ。HP 見てなかった。水に弱いとかするだな。痛い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 。投げる投げる。うわ、それどんだけ食らうねん。あ、そんな効かんな。うわ、反撃もしてくんのかよ。フレアスター。うわ、結構痛い。おい、死んだぞあいつ。うん、フェニックスのを使ってもこの状態やとちょっときついよな。補助、補助。ヘイストを回復できるセリスにかけといて。ファイヤーボール自体ものすごく痛いってわけじゃないな。え、どういうこと。なんか今コマンドバグってなかった。アイテムの使用判定は出てるはずやから、フェニックスでちょっと待ってから
ケアルラケアルラ。あ、ハンキー死ぬんじゃね？あぶねえ、よう耐えたな今。おっさん何も使えへんやんけ。おっさん死んだわ。おっさん、おっさん何しに来たんや。ゴーレムっといて、ちょっと待つか。まず遊ぼうよな。起こしたら即ケアルラ打って、あー死んだわこれ。ハイエノさん何してんねん。ちょっと待って、あいつが行動するかしーひんかでちょっと変わるぞ。ファイラって熱っ。いや、セリスが死ぬのは非常によくない。車種選択、命の車種選択。これきついわ。もうゴテゴテやぞ。もう一回ケアルラ打っとくか。初代はファイアボール受けたから。これでどっちかがフェニックスのを打ってからケアルラをおっさんに叩き込む。おわ、おっさん遅いわ。おっさんすぐ死ぬやん。おっさんの起こすためだけにどんだけ苦労させられんねん俺は。あいついやらしいタイミングで攻撃してくんな。さすがにこれの後すぐに行動してこうへんやろ。はあ、意味わかんねえ。いやもうだるすぎほんま。クソめんどくさいねんけど。ケツハリって何する魔法なの。うわだる。おっさん全然起こせへん。フェニックスのどんだけ無駄にするつもりや。起こしたらフレアスター使ってくるわけではないんだよ。何原因であいつフレアスター受け入れんだよ。やばすぎそれは。危ない、ハトブレバス打ち上げた。このおっさん、ケアルラマジでないのきつすぎるわ。おっさん、防御しとけ。アホ。おっさん！もう何しに来たんや、おっさんはマジで。リフレクはまだ覚えてへんな、誰も。これ、誰かにリフレクかけといたら、楽なんじゃねえ説ある。うわ、死ぬんじゃねえ、これ。わっちゃん死ぬよ。ほら。もう、めんどくさいって、こいつ。ちょっとあんま。あいつが動いたってことは。あ、フレアはまずいやろ。いや、フレアはまずいって。死ぬやろ。お前さっきまでフレアもファイガも使ってこへんかったやんけ。いや、知らん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 。なんか、X で使ってたやつ使ってきてるって、こいつ。はぁ、なんだそれ。もう絶対耐えれへんやんけ、そんなもん。ボケ、もう、お前となんか二度と戦うか。ゴミカス。
時間無駄にしたわ。カスのせいで時間無駄にされるのが一番だるいわ。いやマジでないんやね今の。あ、一撃の刃で今やっと攻撃したあかんやつ攻撃したんちゃうか。最悪 HP 満タンやんけ。このおっさんマジで魔法何も覚えちょらへん。役立たずのクソジジイが。ジジイマジで。うわ、うちのパーティーで一番いらんわ。開演うちのパーティーで一番いらんわ。開演もう足引っ張ることしかできへんこのおっさん。こいつの存在意義がわからへんもん。だって必殺剣使い物にならなすぎやろ。他のやつの行動制限してまで威力火力出んのかって言ったら、通常攻撃に毛生えたぐらいの火力しか出へんし、何が侍やねん。侍やから銭投げ使うのどっちかって言ったらセッツァーやからな。このおっさんマジ邪魔やわお邪魔やわ。っていうかもう時間が時間やからちょっと変えるか。よっしゃ、今回はここまでで。まさかフェニックスの洞窟だけでワンパート使い切るとは思わんかったわ。このダンジョンややこ。瓦礫の塔とかどんだけかかんねん、これ考えたら。よし、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは諸君、さらだばー。